お世話になっております、マサルです。今回は iOS の起動の順序について一緒に勉強していきます。 iOS の起動の順序といってもピンとこない方もいると思いますが、簡単にお伝えすると、シスコの機器で電源を入れた後にどういう流れで利用可能な状態になるのかが今回のテーマです。結構マニアックな内容に聞こえるかもしれないんですが、こんな内容が試験で問われたりもします。このようなマニアックな問題にも対応できるように一緒に勉強しておきましょう。それでは始めていきます。今回はルーターに電源を入れた場合で考えていきます。まず電源を入れるところから考えていくんですが、シスコのルーターやスイッチには電源ボタンというものが基本的にはありません。電源ケーブルをコンセントに入れたら機械が起動します。実機を見たことない人からすると電源ボタンがないということはちょっと意外かもしれません。電源ボタンがない理由をネットで調べてみると、24時間365日動くものなので電源スイッチが必要ないという説明があったり、電源ボタンを誤って押してしまうなどの誤操作を防止するためという説明がありました。このような理由から電源ボタンは存在しないそうです。ちょっとここから話脱線するんですが、私の動画では手軽に学習できるパケットトレーサーを使っての学習をお勧めしています。ただもしお金と家のスペースに余裕がある方は、メルカリなどを使って安めのスイッチやルーターを買って実機を動かしてみるのもとても良い勉強になると思います。実機を触ってみると電源ボタンがないことなどリアルに感じることができます。あとは面接を受けるときに、家に実機があって実機を使って勉強していますとアピールすると面接官の印象が良くなったりもします。それでは話を戻します。今回は iOS の起動順序についてお話をしていきます。まずは全体の流れをお話ししていきます。先ほどお話ししたように、電源ケーブルをコンセントにつなぐと電源が投入されます。その後にはポストというものが実行されて、ハードウェアのチェックを行って、問題がなければブートストラップを実行してレジスタ値を読み込みます。その後 iOS を読み込んで起動して初期設定が行われる、このような流れが全体の流れです。いろんな初めて聞く言葉が出てきたと思いますが、一つずつ説明していくのでご安心ください。まずはポストの実行から詳しく説明していきます。ポストというのはパワーオンセルフテストの略です。ポストを実行することで CPU やメモリ、インターフェースなどのハードウェアの自己診断を行います。このポストというのは ROM 内に保存されています。もし CPU などハードウェアがそもそも壊れていたら、この後に起動させる iOS などのソフトウェアを起動させても正常に動作をしないので、まず一番最初に行うのはハードウェアの自己診断です。そしてこのハードウェアの自己診断を行うためにポストを実行するということですね。ポストは ROM に保存されています。 ROM という言葉も出てきたので、少し保存領域について補足します。今までの動画の中で3つの保存領域についてお話しました。 NVRAM と RAM とフラッシュメモリです。今お話ししているポストファイルと次にお話しするブートストラップは ROM に格納されています。 ROM は不揮発性の領域なので、電源供給がなくなってもこの中のファイルは消えることがありません。 ROM の中にあるポストファイルを使ってハードウェアの自己診断をまずは行います。次はブートストラップを見ていきましょう。ブートストラップというのは OS を立ち上げる役割をしてくれます。 Cisco の OS なので iOS を立ち上げるのがブートストラップの役割です。ブートストラップもポストと同じく ROM に格納されています。iOS はフラッシュメモリーの中にあるんですが、実は iOS というのは複数存在します。例えば ROM 内にミニ iOS といった簡易版の iOS があったりもします。ちなみにミニ iOS というのはフラッシュメモリー内の iOS がうまく動かなかった時に使う簡易版の iOS です。つまりブートストラップが立ち上げる iOS は複数選択肢があるということです。なのでどの iOS を利用するのかを決める必要があります。その時に利用する値が NVRAM の中にあるコンフィギュレーションレジスタ値です。このコンフィギュレーションレジスタ値を読み込んでどの iOS を利用するのかを決めます。
どの iOS を使うかによって起動モードというモードが決まります。フラッシュメモリの中の iOS を使って立ち上げるなら通常モード、ミニ iOS を使って立ち上げる場合はブートモード、もし iOS もミニ iOS もうまく立ち上げることができなければロムモニターモードというモードで動くことになります。このあたりの話はコンフィギュレーションレジスタ値の説明動画で詳しく説明する予定なので、今は理解する必要はありません。今理解してほしいことは、ブートストラップというのは iOS を立ち上げる役割があって、iOS は複数存在するので、コンフィギュレーションレジスタ値という情報を参照するというところを覚えておいてください。通常はフラッシュメモリー内にある iOS を読み込んで通常モードで起動します。では次、読み込みの工程に移ります。この工程では指定された iOS のファイルを読み込みます。ここはそんなに特筆することはありませんね。通常であればフラッシュメモリー内の iOS を読み込んで起動します。そして最後に初期設定に移っていきます。初期設定ではスタートアップコンフィグを読み込み、初期設定を機器に反映させます。もしスタートアップコンフィグがない場合は、対話式に設定値を入力することができるセットアップモードで起動します。はい、それでは今回は iOS の起動順序について一緒に勉強しました。本当はもっと細かい条件分岐があるんですが、まずは基本的な流れを押さえておきましょう。おそらく聞き慣れない言葉がたくさん出てきたと思いますので、今回は最後のまとめをいつもよりゆっくりやっていこうと思います。それでは最後に今回の学習内容をまとめていきましょう。今回は iOS の起動順序をテーマに一緒に勉強しました。まずは大きい流れを理解するところから始めました。電源投入を行います。電源投入は電源ボタンがありませんので、コンセントに電源ケーブルを接続すると機械が動き出します。電源投入が終わると、次に行われるのはポストの実行です。ポストを実行してハードウェアをチェックします。ハードウェアに問題がなければ OS を立ち上げる段階に移っていきます。 OS を立ち上げる役割をしてくれるのはブートストラップです。どの iOS を使うかどうかはコンフィギュレーションレジスタ値という値を参照して決めます。指定された iOS を読み込んで起動します。起動した後は初期設定を反映させていくという流れでしたね。一つずつ細かく見ていくと、まずはポスト。ポストはパワーオンセルフテストでポストですね。ポストではハードウェアの自己診断を行います。ポストが保存されている領域はロムですね。ロムの中にポストと、あとはブートストラップも保存されています。ロムは不揮発性なので、電源供給がなくなったとしてもファイルは消えません。次はブートストラップ。ブートストラップはどのような役割をしてくれていたかというと、 OS を立ち上げる役割をしてくれます。どの OS を立ち上げるかどうかはコンフィギュレーションレジスタ値を参照して、フラッシュメモリ内の iOS を使うのか、 ROM 内のミニ iOS を使うのかが決まります。どの iOS を使うかによって起動モードというのが決まってきます。ここに関してはまた別の動画で詳しく説明するので、今回は余裕のある方だけ覚えてください。フラッシュメモリ内の iOS を使えば通常モード、ROM のミニ iOS を使えばブートモード、iOS もミニ iOS もうまく立ち上がらなければ、ROM モニターモードというモードで立ち上がります。iOS を立ち上げた後はスタートアップコンフィグを機器に反映させます。もしスタートアップコンフィグがなければ、対話式に設定値を入力していくセットアップモードで起動することになります。はい、それでは今回は iOS の起動順序について一緒に勉強しました。今回の動画は以上です。もし今回の動画がお役に立てば、高評価、チャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。